久久保保ささんん行ってきます久保さん <laughs> あのですねこの前フェス行ったじゃないですかで僕はあのこれねハンドル通るんですけどまあ、ハンドル通った方が、まあ、乗り降りしやすいのでハンドルこうあるとここに足がねつっかえるんであのしかも僕のシートはフルパケットシートって言ってリクライニングできないんですよね。 ガチってなってるんで、まあ、いつも撮るんですよ。でね、あのー、車を見に来た人が、あれこの車ハンドルないわみたいなね。ハンドルがないハンドルがないどうやって運転するのみたいなね。まあ、ハンドルここに置いてあるんですけど、まさかハンドルがこの上に置いてあるとは思ってなかったんですよね。<laughs> ハンドルが、なんかおあ、おば、おばちゃんかわかんないですけど、ハンドルがないって言うてて、ハンドルあるよみたいな。<laughs> ハンドル取れるんですよみたいな。はあみたいな。まあ、ここから何が言いたいのかっていうと、 知ってるか知らないかです知まあるだ知らな普通の人は普通の車って、まあ、ハンドル絶対取れないじゃないですかてかハンドル取れたら危ないですよねもはやハンドル取れたら危ないっていうし多分あると思いますしハンドル取れない仕様になってるんであれですけど、まあ、まあ車いじり好きな人とかね、まあ、別にこんな知ってるわけですよ知ってる人からすればなんかん別に大したことないですよねなんかこれ知って 知ると知らないってめちゃめちゃなんかそのなんか気づきだったり発見だったりとか得られるものっていうのは多分変わってくると思うんですよねで多くの人がうーん例えば今の事例で言うならばあの僕からするとこんなの当たり前なんですよでもそのおばちゃんからするともう基礎を展開すぎてよくわかんないんですよでも僕からすると当たり前なんですよでね自分の当たり前っていうのはおばちゃんの当たり前じゃないんです ますね、自分の当たり前はおばちゃんの当たり前じゃないです。何かっていうと例えばあのー、もうこれちょっと事例使いすぎてますね。なんかコピペコピペ、まあ、いいやコピペコピペなんか知ってますよ。コピペなんか当たり前ですよ。でねあのー、知ってる人いるじゃないですか。でもコピペを知らない人にとってはコピペは当たり前じゃないんですよ。例えばねあのウィンじゃあそれではあのパソコンを立ち上げてくださいみたいなね。 立ち上げるどういうことだ立つのかなみたいな。いや、その立ち上げるってのはパソコンを起動するみたいな。<laughs> そういうことかみたいなね。でも、その立ち上げるっていう言葉の標準言語が通じる人もいれば通じない人もいるわけじゃないですか。自分の当たり前は当たり前じゃないねってことです。だからこれね、コンテンツを作る上でほとんどの人がここに気づいてないんですよ。これを知らないんですよ。だからこ、ここを知らない。で、久保さんと僕の強みって、ここをめちゃめちゃ知ってるんですよ。 だから、いくらでも動画撮れます。わかりますここの歪みを僕たちは知ってるんですよ。だけど、多くの人はそれを、この歪みを知らないんですよ。この仕組みというかね。この情報の格差というか、うん、当たり前は当たり前じゃなかったりとか、どんなものでもネタになる。どんなものでも価値になるっていうことを知ってるんですよ。だからこれをわかりやすく言うと、ハードオフ言ってほしいんですけど、ハードオフのジャンク品、 ハードオフのジャンク品を、あの、なんかもう、はから見たらね、これゴミじゃねみたいな。ゴミなんですよ。まあ、ゴミじゃないっちゃゴミじゃないし、ゴミなんですよ。だけど、そのジャンク品をね、お宝だーっつってね、めちゃめちゃワクワクしてなんか探してね、それを、あ、これ見つけたーっつってね、は、ま、た、あ、から見たらゴミですよ。だけど、なんかその、なんだ、あの、それを買う人いるわけですよ。でね、 これはネタで、ネタ提供させていただきますけど、あ、これ無限に作れるなと思って、あの、ハードオフで、その、ぶっ壊れたやつで、ジャンク品でね、例えば液晶がつきませんとかね、なんかその、ちょっと不良箇所ですみたいな。なんかこれね、今からお話しする内容は、現代の生活方向、生活倉庫、現代の生活倉庫です。ちょっと、あの、昔マネーの隣にね、竹野内さんだったかな、生活倉庫の、 生活倉庫でつぶ潰れちゃったんですけどあの生活走行要はあのー、ホームレスの時にホームレスの時に捨てられてたね家電とか捨てられたものを自分で修理してでそれをリサイクルでこう売っていくっていうことをやって生活走行っていうねすごいそのあの店舗を作って成功したっていう人が出てたんですよマネントラねねこれね現代の生活走行ができて何かっていうと そのまあそれ YouTube でやってた人がいるんですけどハードオフとかでジャンク品あるじゃないですかでそれを拾ってくる拾うっていうか、まあ、超安く仕入れるわけですよで超安く仕入れて部品も安く仕入れてでそれを壊れたテレビをねあの直してで復活させるっていう情報ですよねっていう映像コンテンツでこれ映像コンテンツ作って何十万回回してましたね何百万回だったかなだから修理するとかね わかりますだから今までは、その修理したものを売ってたわけですよ。わかります今までは修理したものを売っていました。ただし、このものが売れなかったら赤字です。わかります赤字で、そのしかもあの在庫リスク、その在庫を保管しておく場所代もあるじゃないですか。だから売れなかったらもう全部マイナスなんですよ。場所代も必要だから。だけど、あの <laughs> その,そ,のそれを修理してる映像コンテンツが面白いんですよどうやってそのなんだあの治るのかなっていう分かります治る工程ですよねでそれが映像コンテンツメディアあのエンタメになってそれがアクセスを呼んで広告収入になるわけじゃないですかじゃあ今度どう,どうするかっていうとあのまあその後はねその動画ないんですけどじゃあその修理したものあるじゃないですかこれ修理して治ってるわけじゃないですか で、映像を作ってますよね。映像を作ってアクセス、何十万とか何百万再生されてるわけですよ。で、これで広告収入で多分何十万なわけですよ。広告収入でね。まず広告収入で何十万稼ぐじゃないですか。で、これもう直してるんで、ハードオフそれ直したもの持ってけば、これドア開いたらまあまあ、高く買い取りされやすいですよね。直ってんだから。ジャンク品扱いじゃなくてもう直してんだから。わかりますこれ。これやばないですか,かハードオフでぶっ壊れたやつ仕入れてきて、 で超安く仕入れてきてそれを映像コンテンツ化して広告収入で稼ぎますでなおかつ修理したらその修理したやつをハードオフまた持ってくるみたいなそしたらねある程度高くジャンク品より高く買い取ってくれるはずなんでそうしたらほぼ場所代場所代もかかんないじゃないですかこれはね修理できる人は今ねやばいっすよもう修理できる人なんかこう現代の生活走行っすね 現代の生活倉庫ですよ。現代の生活倉庫長者です、ね、そう。これはね、マジで革命ですね。だから今は、だからその、ものからその、情報化社会っていうか、うんあの、そういうね、ネタ、コンテンツが見られるようになったわけですよ。だからそれをね、コンテンツ化するという概念だったり、それ映像コンテンツで広告収入稼ぐとかね、なんかそういう概念がある人は、もういくらでもやりようがあるってことですね。 マジこれ結構神ですよ。このや本当修理できる人とかは。うん。逆にその修理できなくてもまたネタになるんですよ。修理できませんでしたみたいな。じゃなやってみますみたいな。<laughs> で、1週間かけても修理不能みたいな。で、じゃあそれまたジャンク品としてまた出すみたいなね。その映像コンテンツは残るわけじゃないですか。ね。でもこれ在庫リスクないんで、映像コンテンツは。 で、それぞれ回れば広告収入得られて、ジャンク品で仕入れて、直せなかったらジャンク品でまた出すっていうね。まぁ、あ、ちょっと赤字出ますけど、この広告収入があれば、多分こっちの方が高いと思うんで。あ、これはね、情報と物の、あ、情報ともののアービトラージみたいな。アービトラージちょっとあ合ってっかな。まぁ、あ、いいや。情報と物のの格差をから融合させたアービトラージみたいな。これはね、いいっすよ。 うんまあ、あとねああいうのもあるんですよねあの磨くとかだからあのジャンク品とかで安く仕入れたものとかなんかファミコンとかわかんないですかそれをめっちゃ磨いてきれいにしてまああの動かないけどめっちゃきれいにするとかね終わりますもう新品同様に磨きまくるみたいなでも動かない動かないけど新品みたいなだからそれは面白いじゃないですか修理できないんであの なんだ新品みたいにするそ磨く系もあるんでだからそのねコインを磨くっていうのもあるんですよめちゃくちゃ磨いてきれいにするみたいなしかもそれ拾ってきたねあの昔のお金とかね <laughs> めっちゃ磨くそれで何百万回ですねめちゃくちゃ磨くっていうだからここは手間かかるんですけどただ手間かけた分何ならまあ別に手間かけたとしても映像は残りますからずっと回るんでそうこれはいいっすよ ということでいってらっしゃい